コロコロガチャでポケモンバトル。皆さん、こんにちは、コロバンはコウマです。じゃあ今回は久々、はい、コロコロガチャでポケモンバトル、はい、やっていきましょう。1ヶ月以上、1ヶ月半ぶりかな。そんなにっすか。ポケモンの動画はいっぱいやってますけどね。そう、あのバトル道場がね、その間にいっぱい挟まってるんで、はい、なんかガチャも久しぶりやってそうな気がしてるんだけど、はい、直近で言うと、カー君が無双したやつですよね。ギャラドス。はい、ギャラドスでね。カー君もこの間の動画でさ、うん、ちょっと目覚めたじゃん。そうでしたね。カー君もちょっとポケモン進めるわ、はい、もうバッチリまだ4つしか持ってねえから。ちょっとね、ダメです。ダメだね。じゃあ行くわ、はい、最出発というかね。でも早速行っちゃおうかな。ルール説明はしちゃう。まあもういいんじゃないですか。いいかな、はい。まあ一応簡単に説明すると、うん、ランダムで数字を作って、うん、その数字に当てはまる、うん、コロコロコミックの5を引っ張り出して、はい、その中に載ってるポケモンだけで戦うと。はい、パーティーを組もうと。マジの即席、今まだノープラン。じゃあ早速引いちゃいましょうか。うん、引いてみましょう。何が出るかな、何が出るかな。ピッピカチュー。 お372。 15年前ぐらい。あ、めっちゃ世代かもなこれ。うわー、すげえ。くっそ世代だわこれ。映画&ゲームスクープアートボード。アートボード、おわ、これだ。かっけー。わー、これかっこいい。ブロック裏面が、え、なんかデザインめっちゃかっこいい。マルヒみたいな感じになってて、いろんなタイプのアルセウスの情報がこう、うん、散りばめられている。一面アルセウスですよ。ダイヤモンドパールだ。ダイヤモンドパール、ダイパプラチナ、ダイパプラチナ。はい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 、はい、クッソ世代ですわ。特性がこのページで明らかになってる。マルチタイプだ。うわー、持ってるプレートでタイプが変わる。映画の、うん、あのイラストコンテストの応募ハガキがついてる。おーおーおお、すげー。不思議のダンジョン、空の探検隊、シェイミスカイフォルム。はい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 、あー、キルリアとか、うん、ジラーチとかいますね。おー、でガブリアス、ポケモンバトリオ。今メザスタですけど、この時はバトリオっていうこの丸いディスクだったんですよね、はいはい、ちょうど今このタイミング、あの、うん、スカーレットバイオレットも新大地方のポケモンいっぱい増えましたからね。わー、海竜、海竜いる。うわー、すえー。これも使用率ランキングめっちゃトップ級ですからね。トップでしょ。はい、銀河団プリ。すげえ。わー、待って、これ読んだかも。よ、読んだ。ただ番号で呼ばれるだけだ。 K2、 それが俺の呼び名だっていう、このプリケツのやつの呼び名が K2 っていうコードネームで、うん、まあ、ケツなんすよっていう。なるほどね。扉はピッピ、いい、ピカチュウ、パルキーですね。ピッピは使おうかな。だからちょっとちょうどイベントもあったし、これ当たりの方ですわ。お、いいじゃん、はい、いいじゃん、めっちゃいい。行きましょう。はい、372号。はいはい、ファイトで組んでみましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。6匹選びましたか。選びました。ブン、穴久保先生のピッピ、海竜。はい、実は僕ちょっと使ったことがなくてですね。マジで本当に変に避けてるところがあったんで、まあ一回使ってみようと。そして、うん、エンペルト、うん、これはポケモン DP の主人公、うん、ハレタの、まあ、相棒ポケモンっていうかね、うんうん、はい、ガブリアスで、次が、まあ、ピカチュウ。これもギエピーつながりですね。穴久保先生のピッピーとピカチュウで持ってられるので、ピカチュウ。最後サーライト、これは記事から取りました、はい、まあ、この5匹を見てちょっとバランス考えて、まあ、フェアリータイプとかいてもいいかなと思って、うん、まあ、ピッピーいるんですけど攻撃側でね、うん、サーライト選びました。はい、はい、以上6匹です。今回ちょっとダブルバトルでいこうかなと思います。おー、なるほどなるほど、はい、ちょっとピッピがやっぱダブルで隣にいるポケモンをサポートする感じの役割なので、うんうん、はい、じゃあ行ってみましょうか。行きましょうか。はい、コウマです。おい、はい、ということでよろしくお願いします。ネウさんかな。ネウさん、いやー、ちょっとね、相手かなりこれはあの DLC で出てきたポケモンたちをいっぱい使ってますね。ヨロトノとイダイト、この下2匹でちょっと雨を降らしてくんじゃないのかなという予想をしております。ヤバソチャっていうダブルですっげー強いポケモンがいるんだよな。初手やること決まってます、うん、ピッピとエンペルトで場を整える。おし、じゃあサーナイト行こう。サーナイトとラスト、カイリュウ、これでいきます。はい、さあ対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。うん、きた。チキギスとライチュウ。おー、雨は後ろに降らせるのかな。こっちは毒無効ですからね、エンペルトは。高風でいきましょう。高エル風攻撃しつつ素早さを1個下げると。ステルスバック、猫魂いで追い風。おー、めちゃめちゃガンガン攻めてきますね、上から。しかしこっちもステルスロックを巻いて、凍える風は猫魂でひるんじゃうので不発ですね。まあまあまあ、ここまでは構わん。ここからですね。一旦もう一回言うと、
素早さを上げてくるんだったら、これはもうね、ライチュウ。よし、ボルトチェンジ。どんぐらい、まあまあ抜群、でも抜群で、まあこのぐらいなら。ガブリアスだ、ガブリアス。おお、なるほど。うーん、ということは雨じゃないかもしれない。うん、でもこれはもしかすると凍える風4倍で入るので、うん、ガブリアスまあまあまあピッピサポート型なんで火力はそんなないんですが、結構ガブリアスこれは苦しいんじゃないか。凍える風4倍ですからね、うん、うわーでもね硬いね。まあピッピのね、あの攻撃力が特攻が低いんで、そもそもね、うん、毒になっているが、ガブリアス交代するでしょう。眠らせたくないはずです。なのでここはもう一発凍える風を打っとこう。裏のポケモンにね、キチキギスなんかこのままにしとくとちょっと厄介な気がするんで、キチキギスにハイドロポンプ守る。あー、そっちを狙うと、てかガブリアス交代してない。あ、自信攻めてきたな。こっちも落ちちゃうんだ。おー、ピッピ耐える、硬い。うんうんうん、でもこれでガブリアス眠りますからね。凍える風を打ってキチキギスには守られてしまうけど、ガブリアスには入る。いいですね、じわじわと。いいねいいね、うん。で、僕のダメージが入ってから眠る。よし、これチャンスだ。ラブノミ食うなよ、ラブノミ食うなよ。よし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 、海竜の竜の舞チャンスだと思うんですよ、ここは。うん、ここは竜の舞でいきましょう。ちょっとなんか妨害行為がうざいので電磁波にしておきましょう。で、竜の舞、よっしゃ。こっから海竜無双が始まるはずだ。ゲッ、引っ込めた。あー、ここでライチュウ戻ってきたらすげえ違うな、やだな、ライチュウじゃないか。お、ヤバそっちゃ。ほほん、はいはいはい。こいつおもてなしって言ってね、場に出た瞬間ガブリアスの体力を回復するんすよ。厄介。でもここで麻痺負けたのはでかいですね。まず竜の前、ぐるぐるぐる。うわ、これで素早さと攻撃が1段階ずつ上昇。はい、電磁波、よし、うん、決まった。いい。次からはガブリアス目覚ます可能性もありますが、相手の追い風もやんだ。お、次でピッピは落ちちゃうので、追い風でいきましょう。そしてフェアリータイプのポケモンいたな、キチキギスがいたな。行ってみっか。お、そもそもこのポケモン海竜はですね、ノーマルテラスタルをして、うん、いや待て待て、バカバカ、ヤバソちゃんはゴーストタイプでした。危なかった。何でも入ってないです。効果無効だった。ガブリアスまず落とす。うんうん、サメ肌はまあちょっと苦しいけどしゃあない。お、こっちが速い。力を吸い取るとかしてくる。お、麻痺。おほほほ、素晴らしい。これですよピッピ、ナイス。ここで退場かな。うん、あー退場だ。いや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 、いや、いい仕事しました、いい仕事した。はい、ここで満を持して、はい、登場。っていうかニョロトノとイダイト出てこなかったですね。雨じゃなかった。もしかしたらこっちのポケモンを見て帰ったのかもしれない、ね、確かに。そうですね、うん、色違い、美しい。おー、かっこいい、かっこいい、美しい。しかも毒の鎖トレースした、これはでかいぞ。じゃあキチキギスの方にトリックをします。今のトリックはですね、うん、サーナイトはこだわりスカーフっていう持ち物を持たせてて、うん、素早さが速くなる代わりに同じ技しか出せなくなるんですよ。でキチキギスちょっとなんかサポート型っぽかったんで、うん、こだわりスカーフで持ち物相手に押し付けちゃえば、相手が同じ技しか出せないから、ちょっとサポート苦しくなるんじゃないのかなっていうのを読んでます。決まる。ここでなんか変な技を打ってたらその技で固定になる。隠密マント、ほー、いえ、マジカルシャイン、ちょっと嫌な技で固定しちゃったかな。うわー、毒の鎖、これ嫌な特性なんだよな。でももうこの後キチキギスはこのマジカルシャインしか打てなくなるし、今ラムノミネ毒無双が回復した。よし、おお、ヤマソちゃんも倒す、いけるぞこれ。よし、ここで、あー、ちょっとさっきラム使っちゃったのはもったいないけど、あとは神速を決めるのみよ。でライチュウ、ライチュウ、うん、いいね。ステルスロックが刺さっている。ここはムーンフォース、いいか。でテラスタル、神速、いざ。多分海竜一旦猫魂で止まっちゃう気がするんですけど、うん、うんうん、まあまあまあ、ドラゴンタイプを消してマジカルシャインを受ける。行くぜ。あとは混乱頼みますよ、ここのとこの自覚はね。あ、
ちょっと自分で初めて使うノーマルテラスタル海流。海流入った。はい、ひるみます、うん、マジカルシャイン。うん、効かない。いい感じ、いい感じ、いい感じ。よし、毒にもならない。いい火力。おー、素晴らしい。これはサーナイトであのキチキギスは処理できることが今ので分かったから、マジカルフレームで火力落としといて迅速でライチュウを沈める。いけ。あ、混乱もあるね、うん、乗り越えて頼むよ。さあ、迅速きた。よし、決めろ。いくか。ズドン。よいしょ。強すんぎ。素晴らしい。なんちゅう火力よ。これ先制技なんですよ、マジカルシャイン。会えますとも。はい、毒の鎖で、まあ毒になるけど次一発分迅速は打てる。そしてマジカルフレームで相手の火力も下げる。こっからはもう詰め将棋です。それかもう詰みです。相手はマジカルシャインしか打てないからね。ここもまあここはもう普通にムーンフォースでいいでしょう。トリック決まりましたね。だから決まったね。はい、うん、守るとかうだうだされてたらなんかすごいやりづらかったけど、サーナイトが活躍しました。頼むよ動いてくれよ。君の自覚を信じる。よーし、俺の海流は動く。ちゃんと、よっしゃ、よっしゃ、気持ちいい。勝利です。おめでとうございます。ありがとうございました。初めてだね。いやー、よかったよかった。そうですね、さっきあのプライドの動画カー君が勝ったようなもんなんで。なんだ、新速海流でいいんじゃんやっぱりポケモンバトルって海流なんだね。安心。いや、そうですね、海流ゲーですマジで、本当にこれ2連勝いけんじゃない。いけますね。ちょっともう一回使ってないポケモンとかも使ってガンガンいっちゃいましょう。はい、ということで金箔さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。金箔、また強いパーティーですねこれは。まあピッピからいきましょう。まあ結局この2人は最初出すのがいいのかもな。サーナイトさっき使ったんでガブリアスでいきましょう。で、カイリュウ、イエスさん、オーガポン。おー、初手で来るか。これはなるほど、ちょっとだけ予想外ですが、そう、サイコメーカーで先制技は封じられてしまいますね。何してくんだこの最初のオーガポンは。殴ってきそうな気がするんで。そうだね、リフレクターで耐久を上げときましょう。そしてステルスロックはまあ裏にも刺さるはず。あんま刺さってないかな。まあでもやろう、あとあと効いてくるから。このダメージが引っ込める。ここで来るか、ガチグマが。うわー、かっこいい。マジいかつすぎるんですよこいつ。そしてテラスタル、やばい。これもう最初から開幕で圧かけてきたぞ。沈めに来てるね。うわー、来るね。いきなりか。エンペルト、いやでも耐えるんじゃないかな。無理かな。かっこいい、かっこいいっすね。うわー、何この2人。やばっプレッシャーがすごすぎる。緑の画面、スタコンボ。結局スタコンボなんだな。最大火力、あ、そっちピッピの方向いてますよ。耐えますとも耐えますとも、ピッピガッチガチだからね。そしてリフレクターが入る、この後にね。これだから結構オーガポンはちょっと無視しててもいいかも。ガチグマがマジで厄介なんだよなあれ。じゃあ凍える風で素早さを落としてみましょう。ガチグマはなんか居座られると厄介だけど、ぶん殴っていこう。ハイドロポンプ、うん、ケタグリ、おお、そんなに効かん。エンペルとあんま重くないからね。ハイドロポンプ、ドグレ入る。よーし、おー、すごー、強い。エンペルト強い。すごいじゃん。でも一発で落とせるのはびっくりですね。いい、これちょっと評価上がるな。あ、やっぱ入んないな。まあでももともともうね、ピッピはもう攻撃するポケモンじゃないから、そこはもうしゃあないですね。そうかそうか、さっきもそうだったもんね、はい、これはでかい。一発でパーモット、こいつ気合のタスキ持ってたりするから、このステルスロックはめちゃめちゃ効いてますね。で、電気技が飛んでくるかな。この指止まれしとくか。よし、挟みなくてもいい。ハイドロポンプ、あくびは今はいいや。この指止まれ、スタコンボやら、まあ再起の祈りかもしんないけど、これはもうさっきのダメージの半分で効きま、あの耐えますからね、急所じゃなければ。そう、うん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 、ピッピ来てますよ。インファイトもこっちで食らう、しかも耐える。おー、でかい。よしよしよし、エンペルト、ハイドロポンプ当ててくれ。きたー、一発で行くんじゃない？きた！うわ、すごっ！エンペルト無双。あれ、これ最初の2匹で勝ってちゃうのちゃうの？これね、イエスさん戻ってきた。そうかそうか、最初イエスさん出したもんね、うん、ステルスロックが食い込む。痛いね。これもこの指止まれでいいでしょう。で、ピッピは十分すぎる仕事してるもんね。そうですね、じゃあオガポン寝かせちゃおう。
もえびとまれ。さあ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 、ケタグリ、残念、耐えるんだな。すごい。しかんね、さすがにこれは落ちるか。エンペルトにケタグリが入んなかったのはでかいですね。エンペルトから安らかな眠りへいざなる、いざなう、噛んでしまいました。あくび、あくび、次のターン、オカポンは確実に眠りますと。これは海竜でもガブリアスでもいけそうだね。そうなんですけど、海竜の神速が今打てない状況なんですよ。この下にもやもやピンクのがかかってるんですけど、これがあの先制技をこう封じるフィールドなんですよね、うんうんうん、だからまあこれが消えるのがあと2ターンぐらいなんで、それまではガブリアスでちょっと迷うけど、スケールショットでいきましょう。まあイエスさんも寝かせとけばいいのか。ケタグリ耐えますね。ハイパーボイス早いな。しかしやられるけど、もう十分スケールショットで、あー足らない。当たんない。当たんなかった。まあ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 、オーガポンこれで寝るからね。リフレクターなくなるけど、まあ大丈夫でしょう。海流お待たせしました、再びのノーマルテラスタル新速タイムでございます。じゃあスケールショットでとりあえず、オーガポンはもう次の新速で縛れてるからこっちだ。はいはい、さあ本日2度目のテラスタル、対象はもちろん海流ノーマルテラスタル。美しいですね、頭頂部のこのジュエルが。うん。バリーン。これはもうゲームセット級ですね、スケールショット。なんならこれで倒せちゃうんじゃない。どうよ、急所。お、イカ様ダイス持ちのガブリアスはもう一発は当てるんよ。よいよいしょー。お疲れ様でした。おめでとう。2連勝、新速海流最高。強すぎますね。強かったね。使っときゃよかった最初から。そうだね。そうだね、うん、勝つなら使うべきだね。そうですね、うん、はい、ということで、はい、コロコロガチャ372号、うん、大勝利ということで。大勝利、うん、まあなんか並び的にもかなり強かったですね。ダブルバトル向けにパーティー組んだのもあって、うん、結構噛み合わせが良かった、うん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 、あと海竜がいた。10月の24日、うん、10月から、ね、ポケモン交換会、交換会またコロコロチャンネルであるということで、まあその本誌の記事にも実はどんなポケモンを選んでるか、実はちらっとヒントが書かれてるんですけども、まあその辺のポケモンとかも、ね、しっかりと集めてるんで、ぜひ楽しみに待っててください。というわけで、この動画が面白いと思った人はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それじゃあみんな、バイバーイ。海竜使っときゃええんよ。